レグレンツィの肖像画、ジョバンニ・レグレンツィ。ジョバンニ・レグレンツィは、イタリアバロック音楽の作曲家、オルガニスト。17世紀のベネツィアで最も巧妙な作曲家の一人で、北イタリアの後期バロックの音楽言語の発展に、極めて影響力があった。ベルガモ近郊のクルゾーネに生まれ、おそらく地元で、初期教育を受けた。 1645年から1656年までベルガモのサンタマリア・マッチョーレ教会のオルガニストに就任。1656年から1665年までフェラーラのアカデミア・デンロースピリート・サント教会学長に就任。そこでの指定にはジョバンニ・バッティスタ・バッサーニがいる。1665年から1681年までの活動は資料に乏しいが、 この間おそらく、ベネツヤア級品員で教弁を取った。ウィーンやミラノ、パルマ、ボローニャ、ベネツヤアなどでの就職活動に失敗するが、モデナやベルガモからの就任要請は定調に断っている。1681年に、ベネツヤアの聖マルコ大臣院の副学長に就任し、1685年に学長に昇進した。そこでの指定に、トマゾ、アルビノーに アントニオロッテイ、フランチェスコ・ガスパディーニア・ジョバンニ・バリスキーノがいる。またアントニオ・ビバルディの父・ジョバンニ・バッキスタ・ビバルディが、同人所属のバイオリニストだったことから、ビバルディの幼少時に、音楽教育を施したとも推測されている。レグレンツは17世紀後半の北、イタリアで流行したあらゆる楽種に手を染め、オペラや宗教曲、他したような器楽曲を残した。 レグレンツィの作品銃としてはアクラメーショナイリボットとラッチェトラの両方が出版されている。ラッチェトラが作品中として出版されたのはベネツィアの出版社が1670年にボローニャでアクラメーショナイリボットが作品中として出版されたことを知らなかったためと考えられている。その後ラッチェトラは作品1一としてベネツィアで出版し直された。 ありがとうございます。